眠れ三成、主の寝息を遮るには忍びない。客の相手は我がしよう。茶菓子もあるぞ。秀吉様の影ならばもっと俊敏に動け。よいか、三成が目覚める前に退きよ。知る通り、起き抜けのあれはまず手に負えぬ。あ、御意にござりまする。なんと、これほどの人軍を揃えているとは。阿内は省くゆえ、好ましき道を進めや進め。やれ、叩き起こされる兵が不憫とは思わぬ。手持ち無沙汰よ。不吉の種でも植えておくか。座敷牢、我の庭へと逃げ込んだ。まあよかろう、愉快な種があるでもなし。救い主か、通りすがりか。え、あれ、置いてっちゃうの。待て待て、戻ってきてくれ。思えば、こうして胸騒ぐ夜も久々か。月を片手に息を吐くほどつまらぬものもなし。参った、山椒よりは刺激があるな。ええ子清水だが、むざむざと水はせぬ。主に敬意を表し、最後の試練をくれてやろう。おい三成、徳川の患者がここにあるぞ。なんだと、おのれ家康。上々よ、主の英気に敵もすくんでおる。この聖域を貴様ごときが怪我すんじゃない。惑い、疑い、そんなものは必要ない。私を殺せ。翡翠のしぶきを浴びせてみせろ。ほいほい、邪魔だ業務。そもそもなぜ起きていた。漆黒では身を休めろと告げたはずだ。この状況でそう言われるとは思わない。まあ混ぜよ、今はすこぶる気分が良いのよ。夜に我を訪ねる者も久しくてな。つい冗談だ、そう嫌そうな顔をするな。秀吉様、まだ許可を得ていないのに。早くたどり着きたい。
あの男のもとへ。そして秀吉様、どうか私に許しを請う許可を。